ていうプレーが正直一個最後あります。あのジュニア選手ってことですか？あの人が最後にこう試合に出ました。ナスさんがジュニアに行くと、ジュニア出ます。で、ジュニアバーン行きます。で、フォワードかとにかくいっちゃん前に行って、うん、でもラストワンツープレーぐらいジュニアも触れへんのちゃうから、ベンチ的にはもうジュニア頼む、触ってなんか結果残してくれみたいな感じでこう行って、もう僕も前にちょっとあったもんみたいな、ジュニアで、こう前に行って再現していいですか、そこだけ。じゃあ僕、ジュニアします。ディフェンスしてもらっていいですか、うん、センターバックです。こう、最後、ラストワンプレー、ボールが来ました。こっちからこう来ました。普通やったら、まあなんかこう、左にトランプして落とすとか、うん、まあなんかこう、キープして反転してシュートとかじゃないですか。ジュニアはもう、活躍しながら、絶対に活躍して、スタメンを取らないといけない。ボール来た、ボール来た、ボール来た、シュートを打って、点を取らないといけない。チュン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 。で、相手の選手が怪我しました。そっから試合が5分中断しました。もうちょっとゲーム時間ありそうです。敬語を入れた。ハルボージュニア、ちょっとファール、カード、あ、カードが出ました。イエローカードがジュニアに出ました。オーバーヘッドとかもさ、敵がおらんからにするわけ。ジュニアはもう稲妻エルの水みたいな、だからこう来たやつもボール見てボール見てボールを空振って敵を蹴りました。